アイルランドにおけるダブリン都市圏ダブリン都市圏はダブリン市とその周辺地域のことを指しその範囲については様々な定義がある2008年ダブリン交通局法ではダブリン都市圏をダブリン圏、ミーズ圏、キルデア圏、ウィックロー県を含むと定義しているダブリン都市圏は正式な政治単位ではないこの用語はダブリンの都市部や 近郊の町に協議に適用されることもある。ダブリンの都市部とその周辺地域は、主にアイルランド警察とアイルランド裁判所に関連した様々な法的文書によって定義されている。しかし、2009年以降、ダブリン首都圏の警察部門は、ダブリン都市圏と重なることはなくなり、代わりにダブリン地域との併合となっている。 アイルランド東部のダブリン警視庁が管轄していた区域をダブリン首都圏と指していたが、後にアイルランドの国家警察であるアイルランド警察に統合された。ダブリン圏の一部、ヒルデア圏の町リークスリップ、ウィックロー圏の町、ブレー、グレーストーンズ、エニスケリーを管轄していた。ソーズはミリーズ警察署が管轄していた。2008年に 警察部門が地域と県の境界に沿って再編成されたため、この定義は適用されなくなった。2009年現在、ダブリン首都圏はダブリン県との共存関係にある。リークスリップはキルデア県に移され、新しいリークスリップ地区の地区本部となった。ブレーはウィックロー県に移され、ブレー地区の地区本部となった。2016年国勢調査時点のダブリン県。 ラブリンと試験郊外の人口は190万4806人である。これはアイルランドの人口の40.03%に相当する。中央統計局が発表した推計によると、2021年には210万人、2026年には240万人に達すると予想されている。過去に発表された全国の人口予測の地域、別内訳をもとにしており、 現在の人口動態が継続することを前提としている。また、CSO は、ダブリン市とその郊外を合わせて3つのダブリン、地方自治体の中で、より協議の定義を使用している。郊外の境界線は、法的に定義されているのではなく、国際連合の勧告に従って CSO によって、描かれ、修正されている。2011年と2016年の、 国勢調査時点でのダブリン都市圏の人口分布は以下の通り。ありがとうございます。